で。ちょっと待って待って、乗る前にちょっとこっち来て。こっち行っちゃおう、こっち行っちゃおう、こっちこっち。あ、そうそうそう。はい。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってって。これ。はい、OK。よいしょ、ひなたばっかしいや。ようこそカラスの力へようこそ。今回はちょっと遠出というかやや離れた運動公園に行ったんですけど、まあ自分のミスなんですけど、着いたらペットの同伴は禁止ですって書いてあって、まあ本職いっぱいおるやんけど思いながらも、力さん紐ついてるんで、諦めて、で、その目的の場所は無理やったんで近くの公園検索して行ってみたんですけど、そこも結局ペットダメ言われたんで、帰り道もうどうしようもなくなったんで、結局もうちょっと日差しが怪しくなってきたんで、とりあえず急遽いつもの森林公園の方に寄って帰ることにしました。なんでここでちょっと日光浴軽くして帰りたいと思います。なりきゃん、車長かったな、ごめんな。怒ってる人、怒ってる、怒ってはない、まあ、でも出れたしやろ、出れたしいいでしょ。降りる？よっこいしょ。あ、ちょっとスリッパ抜けた。スリッパ抜けた。よいしょ。おいどん。はあ。そんなに寒くないな、今日は。日差しがあってぬくいね、今日は。いい感じちゃう？ちゃいます、力。水行く？行かんの？あ、水入ったらどう？ちょっと俺の影になってるな。あ、水行く？行く？ちょっと待ってよ。こうで、じゃあ。よいしょ。ここ渡るわ、ほんなら。ここ渡るで。危ないよ、お前。ここまあでも、下安定してるから大丈夫と思うけど、一応行こうか。よいしょ。よっ。よいしょ。よし、まあここも日差しあるから。はい、どうぞ。OK。ちょっと声でかいな。こっちこっち。日当たりある場所。よし、オッケー。ここなら日差しある。おいどん。戻ってくる。何しな。何や。何でも出てきた。どうした。ねえねえ。日差しが浴びれてないじゃないか。よいしょ。ひなたぼっこに、日差し浴びてください。
めっちゃ生えてきたな。わからんでいいやん。生えてきたなって。日差し浴びて。そう。水入らん。水浴びやせんの。気持ちよさそう。気持ちよさそうですって。入らん。今日は日差しだけ浴びたいか。水は入らなくていいんですか。帰る？行こうか、ほんな。よっしゃ、帰ろうか。もう日光浴いいか。帰りびっくりしたびっくりした。どうした。帰ろうか。帰る。帰る人。よし、行こう。はい、というわけで、ちょっとだけ日向ぼっこしました。帰ろうか。じゃ、そろそろ帰りまーす。ゆきちゃんです。最後まで見てくれてありがとうやで。もしよかったらグッドボタン押しといてや。チャンネル登録もお願いします。あとコメントも大歓迎やで。ほなのー。